こんにちは、岸本大島プロデュール研究所大臣でございます。今回はですね、聴講日は2019年の7月の30日、いつも通り岸本大島の大島フィッシングに行ってきましたです。梅雨が明けたということで、こういよいよね、トレッドゾーンの釣りも本格的にこういろいろと釣れ始めましたですけど、今回はですね、クエが出ましたですね。まあ4キロぐらいの小ぶりのサイズだったですけど、まあクエはクエでございますから、こうやったーっていう感じだったですね。小バラシなどもありましたですしね、こうかなり感じは良くなってきてますから、もうワクワク感がね、こう半端ない釣りだったですね。最初の早朝の一発目のあたりですけど、これはコロダイだったんですね。60センチぐらいのこう少し小ぶりなサイズでしたけど、こうコロダイはですね、こう引きがこう非常に強いターゲットですから、まあ、このくらいのサイズでもですね、こう6号の竿をこれだけ曲げてくれますね。まあ、この日はですね、こう早朝はこう巻きをしても、こう小アジが群がってくるような状況ではなかったんですけど、こう魚が見えない場合は、そこ付近をこう釣るようにするとですね、こうそれだけでこういい話なので、まあ、そこから1メートルぐらいの棚に道具を入れてみましたですけどね、これに食いついてきましたですね。まあ、しかしね、この兆候の2日ほど前にですね、こう83センチのこう超大型コロダイがこの傘で出たわけですけど、まあ、それがあるので、なんでね、僕のはこんなサイズなんていう感じだったですね。この日はですね、ガシラとかイギスとかがこうパラパラ当たりましたですけど、まあ、こんな感じでですね、こう小型の魚が当たってくるときは、そこ潮の、ね、コンディションがいいっていう風に、ね、判断するといいと思います。こう、ね、潮の流れが変化するタイミングであるとかでよく当たってくるし、まあ、大型魚が当たってくるこう前触れみたいなものになることが多いので、こう、ね、魚が釣れたらですね、ちょっとこう心の準備をしておいた方が良いですね。まあ、この日もですね、こう根魚が当たり出してからこう大泉のこう強烈な当たりがあったりしますですからね、こう根魚とかウツボとかは当たってきたら要注意というふうに記憶されておくと良いですね。大泉の強烈な当たりですね。これは飲まれてたみたいで、こう12号の張り図がね、手繰られてましたですね。手応えからして60アップは間違いないんですけど、こう泉はですね、こう大型になるとこう刃こぼれしたリッパーみたいな歯をしてますから、飲まれてしまうとこう12号でもこうなりますね。まあ、かかり具合はですね、こう馬鹿せのようなところもあるので、まあ、この日はね、ちょっと持ってないなという感じだったですね。普通に踏み切られた。今回は浮き釣りでも大泉を狙っていましたんですけど、当たってきたのは大型のプチッとグレだったんですね。まあ、グレは人気のターゲットですけど、この釣りでは、グレはですね、最弱クラスのターゲットで、50センチのグレでもですね、悟り扱いが基本ですね。といってもですね、ここまで釣れるグレは、養殖餌のこぼれを食っている影響で、非常にこう味がいいですからね。まあ、この一発はですね、かかりが皮一枚だったですし、声出だしもすごく美味しそうに見えたので、大事にね、タモで取り込みましたね。
じゃあ。リブイだったですね。仕掛けの回収でリードを巻いてたらこうドカンときましたですからこうびっくりだったですけど、まあ、なんというかですね、こうエペキにはですね、こう当たりの穂先がこう突き刺さってほしかったですけどね、まあ、無事に釣れたのでよしというふうにしておきます。さて状況としてはですね、こうかなり管理が良くなってきてます。まあ、今年の釣りはですね、こう雨が多かったですからこう湾内はぐっとこう水潮気味だったですけど、ここに来てね、潮色もかなり回復してます。潮色が回復するにつれて、レッドゾーンの釣りもですね、いよいよ本格的に活発になってきましたですからね。もう、驚きの強化が出てますから、少し紹介しておきます。写真はですね、7月22日の、大阪の吉本さんご夫婦ですけど、70センチの超大型イブスにも強化ですね。ただこの写真はですね、28日の大阪の松原さんのコロダイ、83センチの手前アレコードです。めちゃくちゃでかいですよね。まあ、これまでですね、こう夏場の岩瀬さんの風釣り、レッドゾーン釣りではですね、こう13キロのクエとか、7.9 キロのイブスミなんかで、こう、特典やレコードがありましたですけど、まあ、今季はですね、コロダイでもこう、記録ものが出ましたですね。まだまだ、この釣りでは、こう、何が飛び出してくるかわからないですから、これ今後も大いに期待できますね。さて、今季のレッドゾーンの釣りでのエサ取りですけど、現状では20センチから30センチぐらいのツバスが湧いてます。まあ、ツバスはね、こう少し厄介な感じがしますね。まあ、この釣りでは、こう、サトリーの小味が鍵になるんですけど、ツバスを怖がっているせいか、小味に少し元気がないように思います。まあ、レッドゾーンの釣りはですね、こう8月から9月中旬ぐらいまでは、まだまだガンガンいけると思うので、興味のある方はですね、こう、ぜひチャレンジしてみてくださいね。また、レッドゾーンの釣りをですね、こう、円滑にこなすための、虎の巻レポートもありますから、こちらも興味があれば、ぜひともご覧になってみてください。説明文に公式サイトのリンクを貼っておきますね。まあ、こんな感じでこれからも串本大島の風釣りのいろいろな情報を展開していきます。ぜひともチャンネル登録をしていただいて一緒に研究していただければなというふうに思います。ではでは次の動画でまたお会いしましょう。